こんにちは。備忘録チャンネルの瀬山です。しめくりじゃ。ちなみに侍でござる。それでは早速始めます。本日4月8日は、イギリス初の女性首相であり、鉄の女と称されたマーガレット・サッチャーが亡くなった日です。マーガレット・サッチャーか。可愛らしい名じゃの。まるで少女漫画の主人公みたいじゃ。はい。名前は可愛いですが、タカ派、保守強硬派として知られ、女性だからと舐めてかかっていると大やけどを負います。では、今回紹介するキーワードはこちら。まずは最初のキーワード、英国病です。マーガレット・サッチャーは、1925年10月13日に、イングランド中部の食料品店経営者の家に生まれました。女性の教授が一人もいない時代のオックスフォード大学に入学し、討論クラブで活躍。卒業後は科学研究員として働きながら弁護士資格を取得し、その間に実業家と結婚して3人の子供を設けています。2度の落選の後、34歳で下院議員に初当選すると、保守党内で素早く地位を上げていき、エドワード・ヒース政権下で教育科学大臣を務めています。この頃、私が生きている間に女性の首相が誕生するとは思えないと語っていたサッチャーは、大方の予想に反して保守党初の女性党首となると、その4年後には女性初のイギリス首相となりました。当時のイギリスは公共サービスのみならず、主要産業まで国有企業が担っており、福祉が充実する一方で、産業は国際競争力を失い、勤労意欲も低下するという英国病と呼ばれる状態にありました。サッチャーはこの英国病の立て直しを図り、奔走していきます。ちなみに、サッチャーが首相に就任する際の総選挙は、高インフレ、高利率、高失業率という同性化で行われているでござる。うむ、よくわからんが、とにかくかつての大英帝国の面影は失われてしまっていたというわけじゃな。では続いてのキーワード、鉄の女です。首相在任中、小さな政府を施行する新自由主義経済政策サッチャリズムを打ち出したサッチャーは、国営企業の民営化や大胆な規制緩和で国内経済を活性化させる一方、収益の上がらない炭鉱や鉄鋼工場を閉鎖するなどし、反発する労働組合には大なたを振るっています。こうした急進的な経済改革は、英国病の克服に成果を上げ、現在のイギリスの繁栄の基礎を築いた一方、貧富の格差や失業率の拡大も引き起こしたと言われています。そして、1982年、英領フォークランド諸島をアルゼンチンが軍事占領したフォークランド紛争が起きた際には、大西洋の果ての離れ小島などを放っておけと海戦に反対する閣僚たちに向かって、一辺の領土を失う者は全てを失う。この内閣に男は一人もいないのか、などと主張し、一歩も妥協しない姿勢を見せたサッチャーは国民の大きな支持を得ました。このような剛腕で妥協を許さない姿勢から、彼女は鉄の女と呼ばれるようになりました。ちなみに、日本でも何かと話題の次期総理大臣候補の政治家、高市早苗氏は、憧れている政治家に鉄の女、サッチャーを挙げているでござる。なるほど。確かに人によって評価が両極端に分かれるあたり、なんとなく似ている部分はあるかもしれんの。では最後のキーワード、レーガンです。アメリカとソ連2大国を主軸に東西の陣営に分かれた冷戦期の西側諸国では長期政権が続き、サッチャーは約12年、アメリカのレーガン大統領は8年、フランスのミッテラン大統領は14年、ドイツのコール首相は16年、短期政権の続いていた日本でも中曽根康弘首相が5年続いています。
経済統合を目指す欧州連合とは距離を置き、対米関係を重視したサッチャーは、アメリカ大統領レーガンと盟友関係を築き、ベレストロイカを進めるソ連のゴルバチョフ書記長を支援して、冷戦終結にも大きな役割を果たしましたが、コミュニティチャージと呼ばれる人頭税の導入が党内外から反発を受けて退陣、過去150年で最長の首相在任期間となりました。その2年後には貴族に列せられ、上院議員となり、保守党右派に影響力を及ぼしましたが、2013年4月8日に脳卒中により87歳で死去しています。その死を受けて、当時のアメリカのオバマ大統領や日本の安倍首相、ドイツのメルケル首相など、国内外の現職の指導者から相次いで深い哀悼の意が表明されましたが、一方でサッチャリズムに反発していた人々が彼女の死を祝賀するパーティーを開くなど、その評価は両極端に分かれています。ちなみに2007年に在政中の元首相では初めてイギリス議会議事堂内にサッチャーの銅像が建立されたが、その感想を聞かれてサッチャーは、あら、鉄じゃないじゃないの、と自身が鉄の女と呼ばれていることを逆手にとって答え、周囲の笑いを誘ったそうでござる。うむ、マーガレット・サッチャン、名前は可愛いが、実に強き女性じゃ。